新宿歴史博物館は東京都新宿区四谷三栄町にある新宿区の郷土資料を扱う博物館新宿区立新宿歴史博物館条例に基づいて設置され1989年に開館した区立の博物館である津の上坂通りの近くにある2010年4月より以前管理運営していた財団法人新宿区生涯学習財団と 財団法人新宿文化、国際交流財団が統合した、公益財団法人新宿未来創造財団が、指定管理者として、管理運営業務を行っている。地上3階、地下1階の構造で、1階部分の入り口付近には1913年の、開通当時から1991年まで、使われていた四津山見付橋の高欄が展示されている。常設展示室。 企画展示室ともに、地下1階にあり、常設では5つのコーナーに分けて、旧石器時代から昭和時代初期までにおける展示が行われている。そこでは、内藤新宿の復元模型、江戸時代の昭和、昭和初期の文化住宅の復元家屋や、都電11系統、12系統を走っていた5000、系のレプリカなども展示されている。企画展示は、 常設展示室の脇の小部屋で年に数回行われる。休憩所では、小田急ロマンスカー3100型安瀬の座席や、運転台等が保存されており、実際に座ることも可能。地下1階部分には、庭もある。2階には、公道。3階には、図書室があり、一般のものも利用可能である。図書室の資料の一部は、新宿区立図書館のオープックで、 検索が可能である。2002年、新宿歴史博物館の所蔵品、林文子の所管7点が、競売入札にかけられていることが発覚。新宿区はこれを27万円で買い戻すとともに、盗難届を出して、内部調査を開始。8月23日、新宿区役所環境保全課の職員がこれら、所蔵品の横領と転売の容疑で逮捕された。 この時期には、夏目漱石の、道草草稿など20点の所在も不明である。2014年12月9日に、宮内木栗町出身の作家、夏目漱石の著作や、関連書籍などを集めた、漱石文庫を館内に解説した。漱石文庫の解説時点での資料点数は、約200点であった。ありがとうございます。